皆さん、こんにちは。淡井圭介です。本日2024年、2月の26日、20時30分、今、電波の方の声しって言われたんですけども、しっかりと言っておきます。まあ、他にもアップロードした内容では言ってるんですけども、それは、政府の方に届いてるかどうかわからないので、表記名で、お伝えしておきますね。政治審査倫理委員会というものがあるじゃないですか。で、そこで、まあ僕が YouTube に、こう、述べる前、撮影する前に、その、政治審査倫理委員会っていうワードを打ち込んだりしたときに、電波での、音の攻撃っていうのをされたんですよね。で、まあ、上から聞こえてきていたので、まあ、3階の3105室に誰か入られたことがあるのかどうかだとか、まあ、そういうところはちょっと疑問なんですけど、これは、この間の池上彰のニュースそうだったのかと、サンドイッチマンっていう2人組と、芦田愛菜っていう子が、まあ、ものが、出ている番組が、まあ、テレビ朝日で、合併したものを放送していたんですけども、まあ、そこで、芦田愛菜らしき人物、髪型とか、だいぶ変えたりとか、まあ、本人が今だいぶその年齢的に、まあ、今頃、まあ、何歳なのかちょっと僕も調べてないんで、あれなんですけども、まあ、大人ぐらいの年齢になってきた頃なんじゃないですか。昔のその、若い頃のね、その、小中学生の頃のような、イメージ、まあ、状況ではないはずなんで、ちょっと、何が言いたいかって、本人かどうかわからないんですよ。顔見ても本当に。一応僕が、3階上の部屋に入ったって聞いたら、心の声の方で、入ってますって言ってたんで、見ただけで上からその音での攻撃だから本当に その政治審査倫理委員会についてもそのこういうふうに iPad でこう打ち込んで調べようとしたら電波での攻撃が始まったので一回目調べたときはどうということもなかったんですよ。で、それをもう一回ちょっと調べて、YouTube にとか、こう、ホームページから、こう、アクセスできるようにしたりとか、自分の、まあ、委員会の人たち、まあ、会長の方含めて、理事の方たちの名簿の一覧ですね。まあ、それを貼り付けてなかったら、インターネット記事がなんか変なんですよ。51人招集するなとか、その、どういうメッセージでそのインターネット記事を上げてるのか僕もよくわかんないんですよ。ホームページ淡井圭介の51番のところは、日本人の人口に対する、本当の話のところを、私の方からお伝えしてるのであって、家の件数見てわかると。そこで、まあ、政党交付金がどうこうみたいな、地方交付税法がどうこうみたいなことも、言ってると思うんですけども、地方交付税法の方は絶対言ってます。政党交付金の方は51番で言ってるかどうかわからないんですけども、やっぱりこうなります。こんなに幅広くいろいろなことを取り組んでると。で、まあ、その、皆さんも聞いていて、電波のその音の攻撃っていうのは何か不可解でしょう。聞いてみていただいた結果。まあ、また3階からごそごそっていうようなことを聞かされたんですけども、もうね、まあ、政治審査倫理委員会の件を言おうとしたり、調べようとしたら、結局、まあ、電波での攻撃が来たと、まあ、一時的にせよ。まあ、その辺のところで、まあ、私が以前、述べたのは、政治審査倫理委員会は野党の方で、構成するような、過半数と会長が、まあ、そういうふうな法律を作らなかったら、結局、止めれないんじゃないですか、野党の方で。だから、与党の方が動いて物事を決めてしまった場合、止めれる勢力っていうのは、まず最高裁判所以外に見当たらないじゃないですか。で、IR 関係のところとか、まあ、ある程度、この間、谷川国会議員、谷川議員だったと思うんですけども、
ご老体の方で、もともと長崎県の建設業界をの方で、経営者だったと。で、仕事がなかった時に議員になってっていうパターンの方ですけども、その方も、なんか昔もニュースで見たことあるような気がするんですけども、まあ、長崎の IR カジノに関しては、国土交通省の方でダメだということを、まあ、通知してあると。ただし、長崎ヴァンフォーレのスタジアムは出来上がる。で、まあ、そこは、まあ、周り見に行ったことないから何とも言えないんですけども、ちょっとな内部構造を見ると、まあ、ちょっとした IR みたいな形になってるじゃないですか。だからね、あの、託児所みたいな形で子供が遊ぶようなところを作ってる時点で違和感はすぐに感じましたね。親は子供の面倒を見るものであって、その子育ての時にスタジアム、自分がスタジアムの観戦行きたいからといって、でそこで託児所に預けて自分たちは、サッカー中継とかを見るんだったら家で見たらいい。それこそエネルギーの残存量問題。だから大きなスタジアムを作る価値がそもそも、ないんですよ。もともとどこに関してもそうなんですけども、最終的に今の野球、沖縄県で、オープン戦を行ったりしてますけども、外野席とか見ていただいたら分かる通り、土手になってるじゃないですか。ちょっと雑草が生えながらの。ああいうようなところに、レジャーシート敷いたりだとか、ゴザを敷いたりだとか、そういうような形で野球を観戦してもらうと。そうすれば建設費用とかも少なくて済む、エネルギーの残存量問題に適してある、もう選手もね、ちょっと坂、その土手登ってまた下っていって、それでベンチのとこ行ったらいいんですよ。通路とか中に作らなければ、フェンスのところぐらいを交換するぐらいじゃないですか。あと全部土手であれば。あと全部ですよ、本当に。あとは電光掲示板をどうするかのところ、本格的なプロ野球として公式戦を行うような球場であれば電光掲示板でいいかもしれませんけど、もう今ある。十二分に、今たくさんスタジアムある。そこは全部老朽化した時に最終的にもう日本中全部土手ですよ。もう人口はもうずっとこうなっているこの状況で、もうどうなるかもう目に見えてますから、本当に。だから土手でも、2万人、3万人入るような形にしたらいいだけですから、その時は、その土手の内部のところ、解体した、もう今まで建ててきてしまったビルの、その解体した時の瓦礫から少しずつ作っていったらいいんじゃないですか。例えば兵庫県だったら、甲子園球場がダミーになったら、次、グリーンスタジアム神戸、神戸市西区の方の、もともとオリックスが使ってた、スタジアム、あそこは、まだ、その後使えるはずですから、甲子園が先に老朽化しても、そこを本拠地にして使っていればいいですか。兵庫県としてみたらいいんですよ、物事。だから、その間に、その兵庫県内で、解体したビルとかの公営住宅とかの瓦礫とかを利用して、土手のスタジアムを作る。ロッカールームとかはね、その辺のところは作っといたらいいでしょうけども、ただ、あんまり中、空洞を作らない方がいい。そうすればほぼ永遠に使えますから、土手の部分のところは。だからエネルギーの消耗は少なくて済む。その建設したりとか解体したりとか、そういうふうなところで知恵を聞かせて言ってることであって、とにもかくにも今、電波で、コンコン、僕もそっちの方って、今、立憲民主党ですかね、福山さんの声が聞こえてきたんですけど。たぶん、けど、もうほとんどの国会議員の人たち、エネルギーの残存量問題のことを知ってる人たちは、全員同じ意見だと思いますよ。各都道府県知事、市長にも今向けて言ってるんですけども、各都道府県知事、市長がそういったことをしっかりと各議員に言わなきゃならない。エネルギーの残存量問題と、その僕が取り組もうとしてる、その内容に沿ったものであって、で、しっかりとした知識を持っていただかなければならない。ロシアはもう地下1万5000メートルまでで掘ってくれていると。そういう状況でありますと。あと、飽きて全然ありません、現在。以上です。皆さんご協力ご対応のほどよろしくお願いします。今の今回の件は、まずメインは政治審査倫理委員会。
政治倫理審査委員会でしょうかね、まあ、あのそのようなところをアクセスしようとして調べようとしてか、言おう YouTube で言おうと思ってか、それでまあ電波のこう 一時的にですよ、まあされてるので、まあ、ちょっとそのあたりが、まあ、今後あこれ調べれば調べるほど、対応すれば対応するほどこんなに怖い国だったのかというようなあの状況になってますので、まあ、コロナウイルスのワクチン接種のこの近辺の、エコーリラの会場のところは2回も3回も、なくなったみたいです。以上です。皆さんご協力ご対応のほどよろしくお願いいたします。